宅配便。昔から電話が苦手なんだ。多分親戚が死んだって連絡が子供の頃夜中にかかってきたことがあるから、それが原因だと思う。呼び出し音が響くと毎回ゾクッと嫌な予感がするんだ。また何か悪い知らせなんじゃないかって。俺はその時休日だったから録画した映画をぼーっと見ていたんだ。昼飯を食ったちょっと後だったかな。それでちょっとうとうとし始めたら電話が鳴ってさ。いつも通り嫌な予感を抱きつつ電話に出たんだよ。はい、もしもし、〇〇です。眠りかけていたのを邪魔されたし、多分ちょっと不機嫌だったと思う。時計を見たら午後2時25分。電話の相手は男の声だった。その電話はただの宅配便の連絡だった。近くまで来ていますから、これから伺ってもよろしいでしょうかって内容だった。ええ、大丈夫ですよ。先日留守にしていて荷物を受け取り損ねて再配達を頼んでいたからそれだと思った。今家にいますから、はい、来てください。それではって言って電話は切れた。夏でパンツ一丁だったからズボンをちゃんと履かなきゃなって考えつつ受話器を置こうとしたら、玄関のベルが鳴った。早すぎる。俺の家はマンションの7階で、下に車を止めて電話をかけてきたとしても登ってくるのに1分はかかる。また嫌な予感がしてた。霊感とかないし、死んだらそれっきりだと考えているけど、まあオカルト話とかは好きでさ。お、とうとう俺もオカルト体験を経験か？なんて、なんか冷静なところもあってね。受話器を持ったままソファーにかけてあったジーンズを引っ掛けてインターホンを取った。さっきの男の声で、宅配ですって言うから、あ、はい、今出ますって答えて、もし強盗かなんかだったら嫌だし、玄関のゴルフクラブの位置を確認した。いざとなったらって考えて。で、ドアの覗き穴から外の様子を伺ったら、まあ普通に宅配の人がいた。アマゾンの段ボール箱を持ってる。制服で帽子をかぶった人。うつむいて、受け取り証、あの、ハンコを押すやつとかをチェックしてる。なんか拍子抜けして、顔を扉から離して、チェーンを外して鍵を開けた。扉を開けて荷物を受け取って、ハンコを押して、まあいつも通り。鍵を閉めてチェーンをかけて、ソファーに荷物を投げて、腰掛けた。映画を巻き戻さないといけないなって考えて、コントローラーを乗せている机に目をやった。受話器がない。さっき受話器を戻そうとして、ベルが鳴って。それでどうしたっけ？玄関から電話の呼び出し音が聞こえた。不安になってきた。日差しは強いけど、クーラーをかけていたから
ちょっと寒かった。多分荷物を受け取るとき、無意識に置いていたんだろうなと、そう思いながら玄関に戻った。靴箱の上に受話器があって、ピロピロ鳴ってた。こんな短時間に電話って珍しい。リビングに戻りながら手に取って、外線を押して耳に当てた。もしもし？はい、もしもし、〇〇です。は？〇〇は俺の名字だ。ええ、大丈夫です。え、ちょっと、もしもし？電話の向こうで映画の音が聞こえている。なんかやばい。今家にいますんで、はい、来てください。いや、ちょっと。電話の中と目の前のモニターで同じ映画の違うセリフが流れてる。なんか寒い。玄関のベルが鳴った。受話器から耳を離してモニターを見たら、電話の中で聞こえていたのと同じシーン。インターホンに出たら宅配便だって男の声。あれ？と思って部屋を見るけど、さっき置いた段ボール箱が見当たらない。あ、はい、今出ます。玄関に行って、さっきと同じように荷物を受け取った。どう考えても意味がわからない。時計を見たら午後2時27分。受話器を戻して映画を巻き戻した。映画のシーンで、立った時間を逆算しようと思ったんだ。最初に電話がかかってきた時から、荷物を受け取ってソファーに戻るまでで、だいたい2分半。そこから2回目に荷物を受け取ってソファーに戻るまでが、2分15秒。荷物はちょっとビビりながら開けたけど、ちゃんと自分が注文した商品だった。この現象が何だったのか、結局はよくわからない。